いやー、いいわ、ありえ。その、めちゃくちゃなんかシャフトが使えそう。シャフトがしならせられそう。どうぞ。うん。なんか上に行ってない。でかくはまあいいよね。わ、うん、かる？この、うん、このままなんかこう押せそうな、わかる？これが例に多分全部必要な。当たった時にまだ右肘伸びてないし、うん、前傾保ってるし、はい、こっから押してこないとダメだね。で、これで、クラブがここでもうちょっとこう立って抜けてくると。あ、そうですね。ちょっとギュッて。そう。最高だけど、もうなんかスイング全体、下半身とかも含めて全部が締まってるように見えるもん。うん、これ1球目です。これ1球目、2球目は多分浮いてる。あ、2球目浮いたね、本当に。あ、浮いた浮いた浮いた。だから多分イメージは、うん、スライスのイメージは、うん、そうだね、続けないといけない。そう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 。うん、ナイス。ありがとうございます。いいよ。素振りが違うもん。2メーターぐらいか。ちょっと待って、それ上がりね。グリーンに落とすの？手前カラーです。手前からピンポイント狙って、もその手前だったらグリーン乗らないんだよ。これをグリーン面に落として寄せられない？ちょっとフェース開いて柔らかく、これ手前からをこっからピンポイント狙うんだったらグリーン面落とした方が簡単だよ。ちょっとアドレスしてごらん。フェース開いて、こう開いて、でこう上げて、これでこのままこうフェースまっすぐ上げる。うん、そう、あの柔らかさでグリーン面落とせばいいんだから。もう一回やってみ。開いてグリーン面落として、抜けてるな。で、これでさ、もっとさ、あのさっきのさ、コックさ、コックソード入ってないんだよな。そうポンって落とす。手がこう出たもん、なんか、うん、多分グリップが緩くて、はい、ここに力入ってるとコックってできないのね、はい、指ぐらいで上げるぐらいの気持ちで、はい、そしたら自然とこうやって自分で落とさなくてもクラブって落ちてくるから、もっと最初でキュッて入れちゃって、そう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 、そう、自然と落ちる。もうちょっと長く持ってごらん、うんうんうん、それでコックすって、でヘッドの重さで下ろしてごらん。うん、そう。そしたらもっとシュッて下ろしても飛ばないから、上に飛んでけんから。惜しい！あかり、はい、あれを覚えて、今のです。今のなんか目だな。ちょっと手前の目に、いやでも捕まえてなかったかもしれない。なんか目にヒュッて持ってかれたな。ナイスパー。
今のもちょっと起き上がってるの分かる、うん、クラブの使い方は悪くない、ただねリエね、そのねライン出しするときにね、できればねほんのちょっとだけクローズスタンスがいい、うん、ちょっとオープンに構えてるから、で行こうとすると右サイド出てきちゃうからちょっと遅れて開いちゃう。ちょっと薄いな、先っぽだな、はい、ストップ。そうでもどう、自分が思ってるよりかサンドラにやったら転がってない、もう一回もうちょっと長く持って、はい、こうやってこのままこうやってあとこうやって落としてくれる。でフォローはあんまいらないからね、はい、フォローはそんなにいらないの、フォローやると相手全部とっつついちゃうの、こうやって上げて下ろしてくるだけなのに手がこうやってフォロー出しちゃうから全部つっついちゃうの。そしてそんな手出さなくていいの、はい、勝手に手は動いていくから。うまいじゃん、いいよ。私もフォロー出しすぎてて。そうだねそうフォロー出しちゃダメなんだよ、だってもうちょっと上がり、ちょっとリエボールに3個投げて、あかりのはこうやってこうクラブ動かした後に腕がこういっちゃうのね、うん、で動かしたら降りてくるから勝手にこう手がこういく必要ないの、上げたら降りてくるから勝手にこうやってだ勝手にやって球止まるから、分かる、こう上げたものを下ろせばいいのかって、うん、それだけ止まるでしょ球。ナイス、耐えてる、珍しいな今のは。ちょっと手が出ちゃってな、